この動画をご覧の皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは。チャンネル風来坊の間です。今回の動画はですね、前回の続きであり、モルックの50回投げると何点取れるのかっていうチャレンジ企画の今回はこの後編としてですね、やっていきたいと思います。現在のスコアがこちら。になります。では早速始めたいと思います。あの辺よし、ちょっとこの辺散らします。散らします。今のすげえ。現在ですね、30投目が終わりました。あと20回、現在138点。さあどうなる。またやっちゃった。また行き直しちゃったな。
ここまで来ました。今ですね、34回目、4倒して146、よし、はい、ここまで170。39度目。はい、ここでですね、これご覧いただけましたか。40回目まで終わりました。今ですね、これ見たらわかると思うんですが、こちらミス2回しました。あと1回ミスったら企画チャレンジ失敗になります。あと10回、ピンチを切り抜けて、そして終わらせたいと思います。無事企画をチャレンジを達したいと思います。脱出、もうあとね、残りはですね、ちゃんと最後、もうあと9とこなんでね、1つずつ
スコア出したいと思います。もうあと10回だからさ、もう10回だ。よし、11。こちら184、42回目。よし。あっちの方か。はい、ピンチです。今43回目、ミス2回。よし、現在今4本倒れて188点。今2が倒れたよな。2だから今2倒れてましたよね。間違えてませんよね。間違えたらすいませんになりますが、とりあえず190、やっと190です。200いくんじゃないかなって言って、やっとここまで来ました。今日暑いっすね。暑い。はい、あと4回。果たして何点いくんでしょうか。Thank you.
2192。一応これ見たら分かると思うんですが、あと3回、ただ3回ミスったら終わりなんですが、よし、あと1本倒せば一応企画は成功です。いや、失敗せずには済みます。はい、192、あと2回。もう最後だから一番奥の、ですね、12狙って終わらします。結構遠いっすよこれ。これズームにしてますけど結構透明ですから。もう一回、まあ、こんだけ遠い12を2回チャレンジして終わりにしたいと思います。今ね、12を狙ったのが全然2を飛ばしちゃいました。それカメラ見えたかな、見えましたでしょうか。そして今ちなみに49本までいって194点。やべえな、200いかずに終わりそうだ、これは。終わりました。はい、こちらですね、50回本当に投げましたね。はい、これをご覧いただけますでしょうか。50本チャレンジ企画206点。これね、これモルクやってる人が見たら何を感じて何を思うか分かんないんですがね、まあこれは一つのチャレンジということでですね、前後編でやりました。まあいつかまたこういうことをやってみたいです。さすが50本だけでも結構ね、タフなもんですよね。これ100とかやったら結構かなりまたハードになりそうだな。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、あとグッドボタンを押していただけたら個人的には嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。